クリスティアン・ガブリエル・ロドリゲスバ・ロッティは、ウルグアイコロニア県アン・ラカセ出身の、同国代表サッカー選手。CA ペニャロール所属。ポジションはミッドフィールダー。2002年に CA ペニャロールで、プロキャリアをスタートさせた。2003年にはプリメイラ・ディビシオン優勝に貢献した。2004年は、怪我がありシーズン通して活躍することができなかった。2005年7月。 フランスのパリ・サンジェルマン FCA 移籍。しかし期待されたような活躍はできず、2007年2月10日の AS モナコ戦で挙げた得点が唯一のゴールとなった。2007年7月、ポルトガルの SL ベンフィカにレンタル移籍。同胞のマキシミリアーノ・ペレーラと同時期の加入となった。ベンフィカでは24試合で6得点を記録。翌年の2008年7月、 FC ポルトに移籍。リサンドロロペス、復帰と共に3トップを形成しチームの2冠に貢献した。2012年、スペインのアトレティコ・マドリードへ自由移籍で加入。契約は4年間。移籍1年目には途中出場がメインながらも33試合に出場し、UEFA チャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献。しかし、 翌2013から14シーズンでは、リーグ戦のスタメン出場が2試合に止まるなど徐々に出場機会を失っていった。2015年に1月20日、出場機会を求めて、パルマ FC へレンタル移籍。しかしクラブの経営状況が悪化し、破産危機に陥ったため、3月9日に契約を解除。同時に、グレミオへ半年間のレンタル移籍が発表された。 2015年7月26日、アルゼンチンの CA インレッペンリエンテ自由遺跡で加入した。2016年末をもって同クラブを去ると翌年2月1日に CA ペニアロールと2年契約を交わし12年ぶりにフルスクラブへ帰還した。ウルグアイ代表として2003年の18歳の時に親善試合のメキシコ代表戦でデビューした。 コパアメリカ2007ではベネズエラ代表戦でゴールを決めた。2010フィーファワールドカップ南米予選では全18試合のうち15試合に出場したものの2009年10月14日のアルゼンチン代表戦でガブリエルエーンセに暴行を働き退場処分となり4試合の出場停止を言い渡された。ウルグアイ代表は最終的に本大会では4位に輝いたため ロドリゲス自身も本大会出場が可能であったが、全評判が低かったチーム事情もあり、結果的に本大会登録メンバーから外されることとなった。コパアメリカ2011には招集され、15回目の優勝に貢献した。ありがとうございます。